アデレード・クラプシーはアメリカ合衆国の詩人。クラプシーはニューヨークのブルックリンクに生まれ、ニューヨーク州ロチェスターで育った。父親は聖光会の聖職者アルジャーノン・シドニー、クラプシー。母親はアデレード・ T ・クラプシー。クラプシーはロチェスターのパプリックスクールに通い、それからウィスコンシン州ケノー社にある聖光会の女子高校、ケンパーホールを経て、 ニューヨーク州ポキプシーのバッサー大学に入学し、1901年に卒業する。大学では、ジーン・ウェブスターと友人になり、二人の交際は、クラプシーが亡くなるまで続いた。同じ年、クラプシーの姉妹エミリーが死去し、クラプシーは教職に就く予定だったのを一年間、遅らせた。翌1902年、クラプシーは、 ケンパーホールで教師となり、1904年まで、その仕事を続けた。それから1年間、ローマのアメリカンアカデミーの古典研究学部で学んだ。クラプシーは1914年10月8日、結核のためロチェスターで亡くなった。36歳だった。翌年、クロード・フェイエット・ブラグドンがクラプシーのご行志などの、死を収めた、詩集、バーセスを出版した。 1922年と1934年の改訂版には初期の未発表作品も追放された。さらに1918年には未完のエースタディーン English m e t r が出版された。これはヨーロッパ滞在中に書き出され、最後には結核と診断された、病気の治療中に書き続けられたものだった。クラプシーはロチェスターのマウントホープ墓地に埋葬された。 クラプシーの作品は、ロチェスター大学図書館に保管されている。クラプシーは亡くなる、数年間、多くの因文を書いた。クラプシーは因律に関心があり、ついには五行詞の変化型を発明した。それは、日本の俳句、短歌の影響を受けたもので、基本的に、弱強格で、音節の数が、第一行は2、第二行は4、第三行が6。 第4行が8と増え、第5行は2に戻る。つまり、合計22音節からなるものだった。ナイアガラという詩がその恒例である。クラプシーのアクセントのある音節が、英語詩において、可能な限り短く簡単なものと絶賛する人がいる。一方、酷評する人もいる。クラプシーはさらに、ダブレという、エピグラムの新しい形式の2行連も考案した。 これは十音節からなる応印された二行とタイトルで全体を構成する。オンシーイングウェザー、ベアテンツリーズという詩がその例である。詩人カール・サンドバーグはアデレード・クラプシーという詩で、クラプシーの五行詩への引き続いての関心とクラプシーを世に知られていない状態から救い上げることに少なからず貢献した。ありがとうございます。